はようございます。今日は、こちらシガーでフライパン新しく購入したので、こちらで朝ごはんを作りたいと思います。ハムエッグなどをね作ってみようと思います。そしてこちらは今巷で話題のダイソーのスパイスボックスに、はい、あ、落ちた、調味料を入れてきました。これで朝ごはん作っていきます。ちなみにこのシガーでフライパンはその名の通りシガーソケットで動いてます。で、100ワットで動くんで、この小型のねポータブル電源でも調理することができます。ちょっとバッテリーの減り早いけどね。はい、完成です。半熟卵のせトースト、はい、いきます。はい、というわけでね、きれいに片付きました。今回はね、こちら淡路島洲本市にありますチルキャンプ場にお世話になりました。今日はね、レイトチェックアウトにしてるんで2時まで、ここに入れるんですけど、あと1時間ちょっとあるんでね、施設の中を簡単にねご紹介したいと思います。今回利用させていただいたのはプライベートサイトのこちら花というサイトになるんですけれども、向こうにね木というサイトもあるんですが、ここのね間の柵を取って両方貸し切りにすることも可能とのことです。けどね、このプライベートサイトかなり広いんでね、1個だけでもね十分だと思います。サイトの中は全部柵で囲まれてるんでね、ワンちゃんなどお連れの方、うちのねめちゃんとアリスものびのびと遊ぶことができました。朝起きた時の景色とかがね素晴らしかったです。それではね、ちょっと入り口の方から順番に歩いていきましょう。表の通りはね結構広いんですけれども、洲本インターから走ってくる時に少し狭い道がありました。そしてこれですね、キャンプ&カフェという形で看板が上がってますので、この看板を目印に入っていきます。少し登ったところに、またここに看板があって、管理棟とプライベートサイトっていう風に看板上がってます。今回私たち利用させてもらったのはあちらのプライベートサイトなんですけれども、まずこっちの、ね、管理棟の方に向かって行って受付を済ませます。ただね、ここね見てもらうと分かるんですけど、かなりね道が狭いんです。なので、ね、大型の車で来られる際は注意が必要です。我が家のねメゼロ君はね全然余裕で入れたんですけど、大型のミニバンとかだとちょっと曲がりにくいかもしれませんが、まあ、入れる道幅やと思う。それではね、管理棟の方へ行ってみましょう。こっちにね見えてるのが、フリーサイトですね。もう今この時間やとねかなりのお客さんいらっしゃるんで中取ることできないんですけれども、まあ、行けるとこまで行ってみましょう。はい、こんな感じでね、本当にあの道なりに進むと迷子になることなく管理棟にたどり着くことができます。この先にね区画サイト4サイトあるんですけども、こっちもねもう時間的にお客さん入ってあるんで詳しくねご紹介することできないんですけれども、区画サイト、オートサイト、4サイトございます。ここがね区画サイトの一つになります。でね、あっちに見えるのが管理棟ですね。あそこで受付をして、我が家の場合はプライベートサイトにそのまま降りていくような形でした。でこちら管理棟の前には遊具がたくさんあるんで、お子様たちも楽しめると思います。そしてトイレの方なんですが、管理棟の横に1つ、それとあの管理棟のねこっち側にもねもう1つあるんですけれども、綺麗な洋式のウォシュレット付きのお手洗いでした。ものすごくね使いやすかったですね。
中ちょっと見てみましょうか。誰もいないんでね。はい、お寺はこんな感じで、手作りのね、小屋の中に綺麗なウォシュレット、温水付きのお手洗いがあります。電気もつきますと。消していきましょう。はい、隣にはちゃんとね、手洗うところもあってお湯も出ました。で、この奥がデッキサイトですね。今も誰もいらっしゃらないんで、管理棟の方からね、プライベートサイトに向かうこの階段道を降りていくと、こちらにシャワールームがあります。広いですね。全然めちゃくちゃ広いね。あ、すごい綺麗、うん、普通のホテルのシャワールームみたいになってますね。夏場というか暑い寒いもね、大丈夫だと思います。ほんでね、あのシャワールームから抜けると、すぐにこのプライベートサイト、月と花のスペースになります。こっちはあれ、冷蔵庫ついてる。トイレはね、管理棟横にしかないんですけれども、夜でもね、気にならない距離にありましたんで全然大丈夫です。で、ちなみにプライベートサイト前にはこのように炊事場がついてます。こちらもきちんとお湯が出ました。で、今ね、奥様が写真撮ってるんですけれども、管理人さんに柚子をもらいました。このような感じでね、コンパクトな作りにはなってるんですけれども、隅から隅まで、気配りの届いた、またね、施設の整ったキャンプ場やと思います。はい、というわけで本日はこちら、淡路島洲本市にありますチルキャンプ場でお世話になりました。このキャンプ場ね、かなり気に入ったんで、実は来月再来月も予約入れちゃいました。また足らない情報などはそちらの方でお届けしたいと思います。それでは本日の動画は以上となります。この動画面白かったら、役に立ちそうだったら、グッドボタン、またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。ゴーサンゴンビーゴーでした。はい。それまたぐんよ。ほんで紐ロープ外して、うん、ロープ外さなか、いや、そこ座ってたで、みんな、うん、ロープ外さなかでした。下このそのフックフック、うん、はい、いってらっしゃい。大丈夫かおおおおどう？怖い。